ひっくり返してみますね。はい、はい、いただきます。皆様お元気ですか？スフィアの岡垣あやひです。このですね、スフィアのフォーカラーズラボというチャンネルは、私たちスフィアがいろんなことに挑戦していこうという実験的なことをやっていこうというチャンネルでございます。なので、私今日高垣あやひはですね、初の料理動画に挑戦したいと思います。先日スフィアの4人でみんなでポンコツペイントというゲームで対戦して、なんと私優勝いたしました。はい、優勝商品が、ちょっとありますよということだったんですけれども、無事に家に届きました。嬉しい。はい、それが何だったかと言いますと、こちらです。たらー、北海道産黒毛和牛 A5 クラスリブローススライス。中身はですね、こんな感じになっております。かなりね、大きいんですよ。ショートでこちらを、使っていきたいと思います。なぜ私が料理動画なのかと、私はですね、何を隠そう、料理が大の苦手です。ちょうど6年ぐらい前になるんですが、結構前なんですけど、スタティチックという情報番組をやらせていただいていて、私のあまりの料理のできなさにですね、レシピを見せずに高垣あやひに料理をさせようというコーナーがありまして、そこでですね、私はずっと落とし蓋というもの、ありますよね、落とし蓋。私は落とし蓋というもの、落とし蓋というものが鍋の蓋を裏返すことだと思ってた。だし、あとはですね、伝説のホットケーキというのがありまして、ココアパウダーを入れてチョコレート味のホットケーキを作ろうと思ったんです。レシピ見てないし、作ったことがないから、なのでいろいろ手順を間違えまして、本当にね、溶岩みたいな。そこにさらにプレッツェル、わかりますかね、そのプレッツェルを飾り付けに、散りばめたんですね。はい、でその様子がもう完全にホットケーキではなく、これはガーリックステーキだと、言われてしまって、高垣あやひは、ホットケーキじゃなくてガーリックステーキを作ったと言われております。なので今回は、汚名返上と言いますか、もうだいぶ経ってるんですけど、こちらのお肉をもう本物のガーリックステーキを作っていきたいと思う。頑張っていきたいと思います。さあ、では焼いていきたいと思います。点火。ついた、ついた、つきました。そしていよいよこのお肉を透過していきたいと思います。あー、取りにくい、取りにくい。あ、牛肉だけど取りにくい。ドーン、お、すごいいい勢いで焼けております。いいかな、ちょっとひっくり返してますね。はい、はい、うい、はい、よっ、はっ、はっ、はい、もう一回、あ、よかった、味付け忘れてた。うわー、やばいやばいやばい、すごいいい感じでもう焼けてしまっている。味をつけよう。味はシンプルにもう塩コショウでいきたいと思います。まず塩をさっさかさっさかさー、はい、ソルト、ソルトね、そしてコショウ、はいはい、何も浮かばなかった、なんだ、あ、これもういいんじゃない。はい、ということで焼けたー。焼きにくい肉だったよ。油がすごい、おー、熱い。フライドガーリックをかけていきます。はい、なんて素敵なステーキー。食欲を誘う香
します。おいしい。油がめちゃくちゃ甘いです。リブロースのところなので脂身もあったんですけど、嫌な感じがしない。うまくとろけていく感じです。もうちょっとだけかけてみようかな。この胡椒、胡椒してる。胡椒だけに皆さんの心がちょっとだけクショクショっとくすぐられたみたいに笑ってもらってたら嬉しいな。完食、ごちそうさまでした。お肉焼くだけと思いつつもちょっと自分に不安があったので、無事に美味しいお肉が美味しく焼けて美味しく食べられて本当に良かった。ほっとしてます。はい、初の高垣彩妃のお料理動画いかがだったでしょうか。ホットケーキを作ろうとしてガーリックステーキを連成したと言われていた私が、ガーリックステーキを作ろうとしてホットケーキを連成したことにならなくてよかったなと思います。ちゃんとガーリックステーキはガーリックステーキだったので、もう本当にね、ホッとしております。ちなみにですね、美味しいシーンと呼ぼうかな、略して美味しいんで流れていた歌をですね、私が歌っております。詳しくは概要欄の方に、書いてありますので、そちらもぜひ気になったらチェックしてみてください。ダジャレばっかり言ってるわけじゃないんです。お料理も YouTube の方もまだまだ未熟者なんですけれども、ちょっとでも楽しかったよとか、食べたくなったよとか、ダジャレで笑ったよという方いらっしゃいましたら、いいねまたはチャンネル登録、そしてコメントなどなどお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、あなたのお時間拝借させていただきました。ご覧いただいてありがとうございます。高垣彩妃でした。お元気でお過ごしくださいませ。